衆議院議員江藤誠一郎です。私は日本台湾親善協会を代表して中華民国総統蔡英文閣下並びに副総統頼清徒閣下のご就任を心からお祝い申し上げます。蔡英文総統閣下には常にアジア地域の自由、人権、民主主義、法の支配の確立と堅持のために多大なご尽力と貢献をされています。私たちは改めて個々に閣下に対し尊敬の念と感謝の意を表します。私たちは台湾の WHO 加盟と WHA 参加を全面的に支持します。またコロナウイルス対策に顕著な成果を収められた帰国の諸施策と医療に対して心から敬意を表します。